はい、こんにちは、ショートです。ポケモンサードシールドのシングルランクマッチやってくんですけど、ちょね、受けループとか、そういう感じの受け回し系の構築を使ってるやつはこう、なんか、なんていうの、なんかこう、頭がおかしいとかあったり、あとなんかこう、性格が歪んでるみたいな、なんか人格破綻してるみたいなね、そういうちょっとことを、まあ、得てして言われがちな感じがあるので、ちょね、そういうイメージを打破するために、ちょっとね、性格のいい、純正じゃないわ、テラキョンいるから。性格のいいね、受けループをやっていこうと思います。なので、どんなこう、不運なことだったりとかにも、決して怒らないし、暴言なんてもってのほかだよね。あとなんかこう、相手のこと批判したりとかも、あっちゃいけないと思うんで、非常にね、こう、丁寧な実況を、しようかなと。で、これ、ドヒドハピモジャンボでいいかな。あー、でも無道ちょっと欲しいか。かといってハピがいないと困る場面も、容易に想像がつくね。ドヒドイで、モジャンボ、ハピナスでいいかな、でも。いや、モジャンボから入って、ドヒドハピでいこう。で、これマンム多分、きついんだけど、無道いないとね。ただ、モジャンボで頑張れないかな。まあ、最悪初手で大魔切ってもいい。とも思ってるけど。氷技がどんぐらい入るかだね。一応今のうちダメ系だけしとこっか。モジャンボで、マンムーそこそこ相手すること想定してなかったから。モジャンボでどこまでいけんのかな。B 特化のモジャンボに対して、ツララ落としが半分いくかどうかぐらいか。まあ、後投げはしんどい感じはあるけど。ウロス、どっちウロス？悪の方？一撃の方か。これ、ハチマキがとにかくしんどいから、はたいとこっか。引きなら引きで裏に。なあ、突っ張らんだ。ハチマキかな？ハチマキこれ。後投げからまあちょっと乱数にはなっちゃうんだけど、畑落としに行けるっての結構いいところだよね、モジャンボ。で、ここ飛行技だるいから、一回引こっか。で、モジャンボね、これで再生力で回復してんのが偉いなぁ、ガチで。まあ暗黒強打連打してくるかどうかが微妙なラインだけど。かといってモジャンボ居座ってもあんまいいことないからね。ただ、ウロスのハチマキをとりあえず落とせれば、ドヒドでも見れるようになるから、割と、いいと思ってるけどね。あー、強打連打か。まあ、それは OK で。ここで誰に引いてくるかが重要なんだよな。モジャンボどんぐらい回復した？あー、ほぼ元気な状態になったね。ツバメ返しとかないのかな。ここまあ、ウラオス多分引いてくるとこだと思うから必死巻くか。まあ、ワンムーに引いてくるんだったら、こう、熱湯を入れに行きたいところだけど。ただ、まあ、交代は分かってて、パチンコドラゴン来ちゃったね。これでダイマックスなのかな。まあ、ここさえ処理できれば、あとはでも勝てる雰囲気がある。モジャンボ死にながらでもいいのかな、パチンコドラゴンの処理は。モジャンボ死ん、まあ、マンムーがちょっとしんどくなるか。できれば避けたい。相手もハピモジャンボって入れてるね、そういえば。よく考えたら、ハピモジャンボって結構対応範囲広いから、それだけ入れても割と強い気はするけど。レンクチなんだ。じゃあ、トーチかわせばよかった。でもね、そういうこと言わない。相手、ここ、モジャンボ引きか。読んで、なんかどっちでもいいように。突っ込んできたのか、偉いなぁ。トーチカケアしない勇気のある立ち回り、偉いなぁ、すごいなぁ。しらじらしいのもいいとこだけどね。やりきれ。そう、丁寧にやるっていうコンセプトを忘れてたわ。ついつい。相手、引いてきましたね。マンムーね。はいはいはい。色違いじゃん。色違いのマンムー、なんか。どうなのって感じあるけどね。いや、そんなことないですよ。色違いのマンム。わー、かっこいいな。色違いか。いいな。
いやーこれきついなー、ヤドリギ入れたけど。ダメだ、これ無理があるわ。ついつい、悪いことを言ってしまいたくなってしまうね。まあそういうゲームだからね。相手の不幸を祈りつつ、こっちの、あれを押し付けに行くみたいな。ここ守るでいいかな。まあ、ダイマしてくるならダイマしてくるでいいし、積み技とか別にないし、うん、毒とヤドリギと回復稼げるから、守るでいいと思ってるけど。地震、ドヒドヨミか。いやー、うまいなー、ドヒドイで交代読んでくんの。うわー、勇気あるなー、相手の人。まあ、守る、残波持って守るすんのが強えっていうのは、バンギラスと同じ匂いがあるけど、若干。オッケー、マンムーだいぶ削れた。マンムーが一番しんどいから、マンムーをちょっと、削っていく。こう最悪ダイマックス切ってもいいけどな、割と。まあ、相手ダイマしてきたらハピーナス切って、とかで、なんとかなるか。ハリー。いや、待って。急所、あぁ。危ねえ、暴言出そうになるね。ちょ、止まって。頼む。3発。4発当たる。おぉ。いやーでも、ダメ。悪いこと言っちゃいけないから。いやー相手の人、うまいなー。5回も当てて9勝も当ててくんの。うまいなー。すごいなー。ドヒドイデで。あーこれドヒドイデでパチンコドラゴン頑張んなきゃいけないのだいぶ無理あるけど。どうすんだろうね。ウロスは、とりあえず見れてる。マンムーで。あ、マンムーじゃないや。ドヒドイデで。だから、パチンコドラゴンだけ頑張ればいいんだけど。まあ、キリじゃないかな。キリだよね。オッケー。ヤドリギと毒ダメで、さすがに、落ちると思うけど。で、ダイマックスさせて、それ見てからハピ捨てて、みたいなノリでいいかな。うん。で、これ地震は耐えるんで、再生で。ハチマキとかじゃないからね。耐えると思うけど。弾でもないし。強っ。あ、弾あったわ。見逃してた。え、弾あったの気づかなかったんだけど、一回も。弾でもまあ耐えるのがすごいけどね、ドヒドイで。で、ウラオスに対しては再生連打、パチンコドラゴンに対しては統治下から入ってダイマ切らせて、ハピ捨てて、まあ、ドヒドイで粘るみたいな。毒ビシ負けてるのがちょっとでかいかな。どっちから来るかな。個人的にはウラオスから来てほしいけど。まあ、そっちから来るよね。普通は。ラムかー。まあ、統治下連打しかないかな、でもこれは。ラムかー。いやー。いやー、あれ完全に甘えたかなー、5発食らって。いやでも守るでヒットポイントも確保してたからさ、5発食らっても耐える HP 残してたんだけどなぁ。オッケー、電口から来てくれんのは安いね。毒入る。安いねとか言っちゃいけないね。それは誹謗中傷に該当しないけど、良くないね。ね、どうしようかな。ここダイマックスかなぁ。いや、ハピーなるべく残したい。まあ、決まったら美味しいから2連ウォールいっとくか。相手ダイマックスしてない。いや、いける。多分、いやー、待って、これ8分の2でしょ ?8 分の6を削んなきゃいけなくて。いや、相手ダイマックスしてないんだったらここはウォールでいいんだよね。さすがに。まあ、失敗しても、失敗、相手の電撃くちばしが、高校で動く扱いになるから、そう、ダメージ減るから、
第3打だったらどうしてたんだって話だけど、多分耐えてるんじゃないかな。で、ここはダイボールでいいですね、普通に。間に合うかな。これ相手ダイマックス、相手だけ切ってきてないの結構困るな。3ターンあるでしょ。いやーしんどいか、ちょっと。相手ここでダイマックスなんだ。それは割とこっちにとっていい話あるけどね。いやーちょろくないね。あー相手ここでダイマックスか。何考えてるんだろうな。やっぱりね、こう気持ちのいいね対戦をするべきなんでね。心の中でこのタイミングでダイマックスは、しかも大ジェットは安すぎるでしょうとかって思っても、まあ、言ってはいけないと。第3打ね、これ弾じゃないんだよな、パチンコドラゴン。耐えないかな。164から194か。陽気でも結構きつい乱数だね。まあハピステかな。いやジェットならストリーム打っときたかったな。でここで守りたかったけど、なんでジェット押してたのこの人。ちなみに、いやこれはね、こうバカじゃないのとかって話じゃなくて、でなんでどういう意図だったんだろうなっていう。でここで3なんでしょ。ウォール読んでますよってことかな。これは2連投地下か、外しにかけていくしかないね。外してもらわないとちょっと困るな。と投地下でここは耐えるんだけど、避けないとちょっとどうしようもない。避けてもだいぶ怪しい話あるけど。第3打。強くね。4分の1でこんな入んの。いやー、相手の人のパッチラゴン強いなー。パッチラゴンすごいなー。ちょ、限界に達してきたね、だいぶ。いや、もうね、やっぱり、時代はね、コンプライアンスなんでね。コンプライアンスでいいんだっけ？なんか、そういうなんて、法令遵守じゃないけど、そういうのをなんか、コンプラ重視の感じでね、行くんで、かわせか、決めろ！ふっ！避けろ！ふざけんな、お前！さあ、5発当てて9勝も当てて、1回も外せ、くそ、ボケが、マジで。我慢ならんわ。もうずる。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。ちょ、さっきはコンプライアンスチャレンジね、ちょ失敗に終わったんで、ちょ今度こそね、まっとうにやっていきましょう。でこれ、ポリゼットいるからテラキオン投げないと無理あるかな。でサンドパンってさ、待って、どうすんのサンドパンって。なんかやりようある、こっち。テラキオン、モジャンボ。いや、サンドパンちょっと無理ないか？だいぶ。氷鋼とかだっけ？タイプすら知らないけどね。これね、抜けにも投げれないよな。テラキオン、モジャンボ。ニンフ考えるんだったらハピを最後に持ってきたいけどね。モジャンボ一体で、ウラオスとパチンコドラゴンを見切る話。不安があるな、だいぶ。テラキオン、エアームド、ジャボンモでいいかな。これでいきます。
ちょーんと、結構気合でなんとか、キューコンを処理して、みたいな。まあ、キューコンから来るんだったら、キューコンに11取っちゃって、裏のあのサンドパンを無動で見るみたいな。まあ、ラストにニンフとかいるとちょっと無理あるけど、キューコンと同時戦士ってないんじゃないかな、フェアリーだし。キューコンから来たね。まあ、オーロラベールか何かじゃないか。まあ、タスキで、どうこうみたいなノリだと思うけど。6ブラで。ベールから来たね。まあ、直キあるから、こいつのムーンフォーごときだったら一発耐えるでしょ。で、ダイマックス残しつつ、2体目を、処理して最後対面的になんとかいければいいかな。半分までいってほしい。オッケー、さっき食らいまくったもん。おーおー、すげえ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 。もう一発、ああ、惜しいな。まあ、しゃあなくて。まあ、アイヘで突っ込んでいいか。まあ、多分、ムーンフォとかで、そうだよね。どんぐらい入る？半分までは絶対いいと思ってるけど。硬っ。こいつこんな硬いの？バグじゃん。抜群、一致弱点食らって、半分いかないってすごいな。これでダイマックスすれば、ポリゴン Z のプラに、ダイアタック耐えるから、弾でも。だから、パチンコドラゴン。まあ、うまい具合に行きたい。ここもジャンボ引きでいいかな。これラスト次第だな、かなり。ただ一応無動もこれで選出できてるから、この試合展開なら。まあ割と、裏にも対応が効いててみたいな。コジェットかな。それだいぶしんどいな。いやー、テラキオンにジェットは打たんでしょう。ジェットかー。てめえ、テラキオンのタイプ知らねえのか。目の前見えてねえだろ、ボケがよ。って思ったんですけど、言わないと、それは。ぐっとこらえて、胸の内にしまっておきます。ただこれ次のジェット耐えそうだけどね。ただモジャンボをそこまで削っていいかっていう。相手命の弾じゃないんだよね。いやー、宿り着したいけどなー。ダイマックス一旦目。まあ、ウォール切っていいか。で、次、草原打って、まあ、ぼちぼちヒットポイント確保しつつ、みたいな。だ、パチンコドラゴンの大ジェット、2回耐えんの、すご。弾とかあと無理かな、さすがに。あのダメージ量だと。ダイマックス込みならまあ2回いけそうな気がするけど。あー、バーンね。はいはいはい。あー、バーンだと無動に一貫するからちょっと困るね。だからサンドパン考えると無動を安易に捨てたくないから。いや、ただあられからしちゃえば、サンドパンの上からテラキョンでインファとか打ち込めるよね。まあ、それでもいいな。草原で。バーン。強えな。あー、これラストを読んで、どっちを捨てるか決めなきゃいけない感じかな。まあ、いやー、キューコン、ピンで出してきてもおかしくないよな。ただ、これ一回裏に引けば、チビになって、ウォールして、裏に引いて、
とかでヒットもいたらそこそこ確保できると思うけどね。ボールで。モンジー。モンジーか。やたら入ると思ったら、そういうことだったのか。モジャンボは、ここで11取れればそれでいいから、割と、切り気味な動きでいいっちゃいいんだけど。いや、まあサンドパンだったらテラキョンで上から殴ってなんとかするしかないから、小無道引きで。無道まあ切り気味かな。若干仕方ない部分はあるけど。オンジー。当てるね。つえな。まあ頑丈で無理やりなんとかできてるのは結構偉いけど。相手ここモンジレンダかな。ああ接触しに来てくれるんだったらまあそれはそれで悪くはない。技構成は割れたね。あとこれに、電口と、ドラゴン技でしょ。モジャンボ投げて。いやー、これ、ここのね、サンドパン出し結構まずいね。まあ、守るしかないか、さすがに。晴れターンも枯らさないとちょっと勝負になんないから。まあ、守るまだ見せてないし、うん、通るよね。電口。で、これで宿り木と、残飯両方発動して、なおかつ、晴れ状態治るから、あ、宿り木じゃないや、グラスフィールドね。それのヒットポイント量である程度、こっから100削れ、半分削れるのはいいかな、文字で。それぐらいならまだ、なんとかなるけど。文字、全部当てんじゃん。いやー強っ。そんな入んのか。オッケー、ここ外してたら、やばかったけど。ぶねえな。ちょ、無理でしょ。受けループ使って聖人君子になるって。ちょっと限界があるわ。120ぐらい入ってるね。まあ、ここ守る読まれたらさすがに無理だけど。つばめ返しで、ここの引きを読んでくるかどうかだな。ここ交代読みで電口とか激鱗飛んでくると、相手のラストがウラオスじゃない限り負けになっちゃうんだよね。ただウラオスヒットポイント、あ、ウラオスね、テラキオン、まあ1でもいいんだけど、残れば。逆にここ耐えれば、宿り木の回復もあるから、どうにもなるんだけど。ちょ、ここ、もんじもんじもんじ。つばめ返してもまだいい。まあ、そうだよね。耐えない？無理か。お前、一回でも技外したか？そのポケモン。あ、嘘です。いや、相手の人、うまいな。電撃くちばしとか当てるの。技当てるのうまいな。上手だな。もう。死ねよ、ガチでよ。全部外、もうさあ、ああ、じゃあ負けだわ。どっちみち。かあ、もう。悲しい気持ちにしかならんわ、こんな。乱数使ってれば試合中に、色厳選もこいつ乱数してさ、乱数でポケモン用意してさ、試合中にも乱数やってるだろ、お前ふざけんじゃねえ、マジで。じゃあ、おつ。